自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で岸田文雄首相が会長を務めていた宏池会岸田派の政治資金収支報告書の不記載額が2018年からの3年間で3000万円超に上る疑いがあることが関係者への取材で判明した当時の会計責任者は東京地検特捜部の任意の事情聴取に不記載への関与を認めており 特捜部はこの元会計責任者を政治資金規正法違反で立件する方針とみられ略式起訴する方向で最終調整している模様だ特捜部は裏金化が6億円近くとされる最大派閥の清和政策研究会安倍派の会計責任者と不記載額が2億円規模とされる支水会二階派の元会計責任者の2人を在宅起訴する方針 ひとつらの事件では自民の主要5派閥が同法違反容疑で刑事告発されたが岸田派も含めた3派閥の刑事責任が問われる見通しとなった関係者によると岸田派でも安倍派2階派と同様にパーティー兼収入のノルマ超過分を議員側にキックバック・還流する運用が続けられていたとされるただ派閥から議員側への還流資金の支出と 議員側の政治団体への収入はいずれも収支報告書に記載されていたという一方派閥の政治資金パーティーの収入額が実際よりも過少に記載されている疑いがあった元会計責任者は特捜部に対しどの議員がパーティー券を販売したのかわからなくなってしまった収入がありその分を全体のパーティー券収入から除外したと説明したとされる 18年からの3年間で除外額は2000万円超に上り、他の収支の不記載も合わせると、不記載の総額は3000万円を超える可能性があるという。元会計責任者は、除外した収入は派閥の運営費に当てたなどと説明し、岸田首相ら派閥幹部による不記載への関与は否定しているという。 会計責任者が交代した21年と22年の収支報告書には同様の不記載はなかったとされる以下はネットユーザーの反応をまとめたものですそもそも3000万円もの金額の不記載がミスで済むのがおかしいしそれだけの額の不記載に誰も気づかない時点で会計管理が破綻していると思うけどね 一般企業でそんなことが起これば間違いなく脱税容疑で逮捕・起訴でしょう安倍派の裏金作りに厳しい対応をしてこなかった理由は岸田総理もご自身の派閥が同じことしておりご自身もそれを知っていたからですねご自身だけ派閥を離脱して逃れようとする岸田総理は人としてありえない自民党の政治と金の問題で小沢一郎が自民党を出ていき 政権交代しても何の反省もなければ自分自身をコントロールできない自民党は解体した方がいい。国会議員の定年制を導入して若手のしっかりした人材で国を運営してほしい。一つらの裏金とされる問題で、すべて会計責任者になすりつけて議員自身は罪を免れている。 確かに言葉通り会計の責任者だから責任を求められるのはわかるが、会計責任者自ら着服していたのならわかるが、議員それぞれの個人事務所の代表の思惑や意向がないと理屈かみなり立たない。会計責任者が勝手に裏金プールしておきましたなんてするわけがない。連座制で議員にも罪を償ってもらいたい。あとは党 派閥、議員すべて収支を見えるように今後はっきりさせないと納得がいかないもちろん国会議員以外県区市町村すべての市長議員に対して派閥での資金集めパーティーはその派閥の運営活動のための資金源として行われているわけですよね集まったお金は会計責任者が責任を持って取り扱うのは当然だと思います しかし、集まったお金を会計責任者が独断で不正に処分する権限はないと思いますから、必ず事前に最高責任者である会長や幹部連中に説明し承諾を取っていることは、常識的に考えて当然のことと思います。一般の企業や団体において 会計責任者が独断的判断でお金を不正に処分していたとして、それを企業や団体のトップ、幹部が全く知らなかったということはありえないことだと思うのですが、政治家の世界では一般社会の常識が非常識としてまかり通っているのか信じがたいことです。どう考えても、検察が政治家に対して忖度し、トカゲのしっぽ切りをしているように感じられてなりません。 検察はは正義ののの味味方方ででであり、一般国民の味方ではなかかったのですか自民党は誰が責任を持って今回の不祥事を説明するのでしょうか会計責任者への尻尾切りと同じで個人に責任説明させるのか党として対応するのか個別案件は個人でもいいが自民党として複数の事案がある以上党として説明責任あるでしょう。 現首相の派閥が裏金疑惑持たれるとか南米とかだったら暴動が起こるレベルの話日本人はおとなしすぎる上に中にはそんなやからに票を入れる有権者がいる始末次の選挙で今回疑惑持たれた議員は全員落とさないと日本の未来はないよ秘書などに罪をかぶせて黒幕は責任逃れをする自民党の常等手段であるトカゲの尻尾切りです 何度も同じことを繰り返して自民党の議員は人間として恥ずかしくないのだろうか与党にしがみつくためにこの愚策を黙って許している公明党も同罪ですこの国民の意思に反する愚かな行為を許しているのは自民党に投票している国民たちですおそらく自民党と癒着のある国民や企業でしょう こののの異常な日本を変えられるのは国民の選挙しかありません。選挙に行ったことのないまともな理性のある国民は次回の選挙で自民党に投票結果で国民の意思を伝えてやりましょういやだめだと総理自ら脱税しておいて会計責任者に責任を押し付けてこの件は終わりですか国民には重税を課し権力者はおとがめなし。 まともな国なら暴動が起きますよあなたの今できる最善は解散総選挙を直ちに行い国民に選択を委ねることそれで再選するようであれば日本国民の質もそれまでということ派閥の長でありながら派閥で集めた金の管理状況を知らないとは責任者としての資質があるのか 自分の派閥の事務管理すら知らない興味がない人物が総理として国の経営に正しく関与できるのか疑問に思うその不記載により得た金は他でもない自己派閥に使用されたとある知る知らないにかかわらず不正な金の利益を得た派閥の議員はその道義的責任もないとおっしゃるのか気になるどの議員がパーティー券を販売したのかわからなくなった そんなわけがないのは子供でもわかる嘘とごまかしで逃げ切ることで国民をだませるとでも思っているのかバレたら修正でバレなかったらとことん逃げ切る金の管理がずさんな政党に税金の管理などできるはずがない岸田を筆頭に自民党議員はいつバレるかビクビクした日々だれバレた時の立ち回りはどうするかの話ばかりだな この情けない悪党を徹底的に調べ上げて逃げ得を許さず必ず立憲してください。裏金を認めることになるので自民党の支持はやめます。